レイモンド・ージーは2005年から2010年までマイクロソフト社の CSA を務めた人物。ロータスノーツの開発者の一人としても知られ、ロータスノーツの父と呼ばれている。アメリカ合衆国イリノイ州のパークリッチ出身。1979年にイリノイ大学アーバナ・シャンペーン校にてコンピュータサイエンスの学士号を取得。授業に関連して、 プラトを使用していた際、プラトのハードウェアグループが Z80 ベースのプログラマブル、ターミナル開発をするにあたって、そのファームウェア開発者として、プラトスタッフから雇われている。大学卒業後は、データゼネラルに入社し、ノバを使ったワークステーションとエクリプスを使ったファイルサーバを LAN 経由で、他のワークステーションやファイルサーバとつなぎ合わせた製品を完成させている。 1984年にロータスデベロップメント社の出資のもとにアイリスアソシエイツ社を創業。アイリス社を始めた直後、外界ユーザーからもらった電話報告にて、開胸手術時リアルタイムのデータ分析にシンフォニーを使っていると聞き、自分のプログラムがしっかりと動作するのをお頼みにしながら、誰かが手術台に横たわっているかもしれないと思うと身が引き締まり、 エンドユーザーに対する責任の重さにハッとするとインタビューで答えている。1989年にロータスノーツの最初のリリースを出荷した。アイリスアソシエーツ社は1994年5月にロータスデベロップメント社に買収され、1995年7月にはロータスデベロップメント社が IBM に買収されている。1997年10月に彼は グルーブネットワークス社を創立し、その後 P2P 型のグループウェアグルーブを発表した。2005年にグルーブネットワークス社はマイクロソフト社に買収され、それと同時に彼はマイクロソフト社の最高技術責任者に就任した。2006年6月15日にビル・ゲイツより CS 演職を引き継ぐことが発表された。2010年10月18日に マイクロソフト社の CSA 職を退任することが発表され、同12月31日をもって退社した。なお、CSA の公認は置かれなかった。退社後の2012年1月にベンチャー企業ココモを設立。その後とこに名称を改め現在に至る。ありがとうございます。